昔から憧れていたんです。もう一つのドイツはどんなとこだろう、どんな人たちが住んでいるんだろうっていつか訪ねてみたいと思っていました。東ドイツの人とお友達になれればって。楽しくなかったですか？私はあの時あなたと一緒に踊れて楽しかったから、だからまた一緒に。わかりました。ごめんなさい、私が勝手に勘違いしちゃって強引すぎました。もし気が変わったら声かけてください。このふざけた文章に何の意味があるんですか？書いてある通りの意味だよ。ふざけないでください。何なんですかこの気持ち悪い文章は。確かにこの学園は政財界に強いつながりを持っているのは事実。でもそれが本当だとして私が結婚するわけないでしょ。分かってた、ソーニャお姉ちゃんのせいじゃないって。だけどなのに、取り込み中だぞ。これなんだけど。入れ墨？違う、こっちは歯型じゃん。痛そう。痛みはない。やっぱり花江たちには見えるんだ。他の人たちにも見せたけど何もないって言うし、病院で検査もしたけど特に悪いところはないって言われた。わかりやすくていいでしょ。生理現象を我慢することは演技の基礎でいて最も難しい類でもある。私なら反射を見落とすことはない、反射と演技の区別を誤ることはない、そう考えたのね。自称は褒められたことではないけれど、覚悟という点では見事だと思うわ。押しむらくはその後の演技ね。じゃあ仲直りしようよ。今度ティアと一緒に会いに行こう。仲直りしたらサラと一緒に帰ろう。またみんなと暮らそう、ずっとずっと。ユイがいるから。ユイちゃん？レナの契約書？じゃあユイちゃんも一緒に行こう。サラみたいにずっと一緒だよ。ごめんなさい、勝手にプロテクションを2枚にしてしまいました。ああ助かった。無茶をしないでください。無茶をして勝てるとは思っていない。ゴブリンスレイヤーさん、もう無茶しないって。ゴブリンスレイヤーさん。分かってる、そんなの全部ただの夢。あの日は二度と帰ってこない。全部私が壊した、私が間違った。体力測定で目立ったのが悪かった、彼女たちへの対応を間違った。心配や迷惑を怖がって誰にも相談しなかった。ほら綺麗になった、よかったね。そんなことないよ、プンプン。お返しパンチ。シュ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 、やめー、尻尾パンチ。それは肉球グリグリだ。グリ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 。うちの子友達少ないから、呼び名とかそういうのに飢えてるんだよ、ちょろいの。ご安心ください、当面の生活は保証いたします。先ほど王様の補佐をされていた方ですよね。申し遅れました、私はシドリ、祭祀場を取りまとめているものです。私からの提案なのですが、王に話を聞いてもらいたければ功績を挙げることが何よりの近道かと。あんたがくだらない嘘つくからでしょ。あんたが悪い、あいにくそんな予定はないわね。一つもチョコもらえないからって人にたからないでくれる？いや、俺今年2個もらったけど。あなたってどうしてこうムカつくのかしらね。そういえば小崎の方はどうなったのかしら。どうしたのペッパー？僕と、まさか。僕に命令できるのはペッパーだけだ。そいつは悪かったぜ。ならとっととママにお伺いを立てるんだな、僕ちゃん。お前、本当の自然の中で生きてる人たちが長い時間をかけて見つけてきた知恵なんだって。薬学には分類されてない文献だったけど、
大事に思えたから覚えた。実際に薬草を相手にして学んだ時間はその人たちにはかなわないし。なんで来たの？さっき俺あなたのことを怒らせたんじゃないの？私たちにはそれぞれバトルする理由がある。何かを守るため、何かを取り戻すため。カーニバルが言ったことは嘘じゃない。このバトルは白窓の部屋の主を決めるための戦い。全ての答えはあの部屋にある。そこへ行き望みを叶えられるのは勝ち抜いた一人だけ。キヨイちゃん、白窓の部屋に呼ばれたって本当なの？ええ、今の私には多分カーニバルと同等の情報が与えられている。司英氏の皿は鹿による究極の美味を体現したエデンのようだった。負けを認めたらセントラルに入ることになるのだぞ。それほどの人物を父に。頑張ってるんだね。ごめんね、私は君のお母さんじゃない。そうだ、謝らなきゃ。なんでいつも逃げちゃうの？ああもう負け、私の負けです。たった今から私は三女神同盟を抜けます。え、それって？イエース、今日からあなたは私のマスターです。他の方も無事なんですか？ジャガーの説明が理解できなかったのは無理もないけど、みんな無事よ。試練は与えたけど殺してはいないわ。よかった。彼らに手伝わせ、私の翼竜たちにくくりつけて輸送させましょう。ご用件は何でしょうか？明日には缶を出す。行けそうかい？私、いえ、召喚は副官の任意を解かれるのではないかと思っておりました。では精一杯務めさせていただきます。提督。どれどれ、あ、ずいぶん上達したじゃない。すごいわ。すごいのはこの武器です。武器？そうよね、私たち働く女性が社会に出て戦うためのね。明日は誰かの横で実際のドールの仕事を見ていこっか。私はこれから出張サービスに行ってくるの。要望があれば自宅や仕事先にも出向いて代筆するのよ。書にすんの！ 10 点くらいは取るっつーの。え？アホじゃん！勉強面倒なだけだし。ちょっとと行こうよ。もうあんなのいいじゃん。怒ったよ。私らに騙されたショックで寝込んでたりして。これってまさか私らが見つけるまでずっと隠れてるってわけ？もう3日も飲まず食わず。私らのせいだよな。おじさまに見てもらいたい私の今の力を。私には理解不能です。ギャラルホルンには多くの人間がいるというのに、それを差し置いて、どこの馬の骨かもわからないあなたを側近にするなど、これは由々しき問題です。よし、これが最後。ガーターに入れて終わりだ。すごい脈打ってる。どうしたのかしら。私ずっとシゲル君ありがとう。私でよければお願いします。炎竜の活動期と休眠期のサイクルは長い。だから餌となるものを取り尽くしても休眠期中に増えるので問題にならなかったと考えられる。こいつは私たちの仇。死ね、クソッタレのトカゲ野郎。私ずるいんだ、卑怯な子なんだ。私はもうちゃんと決めてる。もしお互いの思ってること分かっちゃったら、このままっていうのもできないと思う。だからこれが最後の相談。そういえばお兄ちゃん、ん？アスナさんから聞いたんだけど、今回のお仕事なんかすっごいバイト料出るんだってね。
おお、何でもおごってやるから楽しみにしとけよ。やった。あのね、私前から欲しかったナノカーボン竹刀があるんだ。少し早いけど、この辺で切り上げて完成の準備しよっか。歌姫、じゃあ予定通り盛大に収穫祭をやればいいじゃない。山猫、何か考えでもあるのか。おとりになるのよ。私たちだけでお祭りの準備をしておびき出すの。私の家系は人を不幸にする。だからここから先は一人で。私のお父様はお母様の故郷である北欧デンマークを本拠地としてナキリインターナショナルを設立しました。そこは分子ガストロノミーに基づいた最新の調理技術の研究をはじめとして、味覚や嗅覚のメカニズムを探求する大脳生理学までも包括している美食の総合研究機関なのです。私は14歳までそこで過ごし、トーツキへやってきたの。まあ物珍しさは認めるけどよ、正金貨20枚ってのは眉唾だぜ。私だって交渉相手の言うこと丸呑みにしてやるほど頭空っぽってなわけじゃねえんだ。そりゃまあ当然だな。貧民街の奥に盗品蔵がある。そこにいるロモジーって偏屈じいさんに鑑定してもらうのが公平だぜ。お、これだな。パスワードは、これ間違いじゃないよね。多分後から内臓売れとかマグロ漁船に乗れとか言われないよね。多分今すぐ M と結婚したい。メアド教えろ。レポートによるとそれなりに優秀な人なんだけどね。でもいい人かどうかは微妙よね。ん？気をつけた方がいいわよ。特に団長には。羊の皮をかぶったオカミかもしれないし。オオカミでしょ。ああ、そういう地域もあるわね。うん。パナギアカウンターの数値によると。ん？あ、八カモ！ちょっと錬金？はい、これが頼まれてた分。あと、このクリームパンはおまけね。ありがとう。ういら。相互相互相互。ん？ドモンによろしく。私は中学に入る前に事故で足が全く動かなくなって、記憶も少し飛んじゃって、学校生活送るのが怖かったけど、ユーナちゃんがいたから不安が消えて、勇者部に誘われてから学校生活がもっと楽しくなって、そう考えると適正に感謝だね。早く！このニルカムイに王様なんかもういらないと思っていた。王様がいるから戦争が終わらないと思っていた。でも戦争は僕を追いかけてきた。また僕は何もできないのか。残りあと一つ。初めてのお使いにしては上出来ではないか。これはシドに頭を撫でてもらわないといけないな。あと一つ。サーターアンダーギー。なんだこれは、やたら強そうな名前だが、シドにちゃんと聞いてくればよかったかな。僕もそう思います。ライナーは僕とジャントで女型の巨人と戦っています。ライナーは危うく握りつぶされる直前で。どうした？ライナーは逃げられたんだけど、兄は急に方向転換してエレンがいる方向に走っていったんだ。僕も推測でエレンは中央後方にいるんじゃないかと話してたけど。そうじゃなくて、バカバカサクタ。なんで？嘘つき！忘れないって言ったじゃない！絶対に忘れないって！ごめん。許さない。ごめん。絶対に許さない。お前も滝沢と一緒か。そんなに昇進することが重要だと思うか。父は実力も実績もありながら、
上等捜査官の身でとどまった。若くして純と苦闘となった母と比べられ、父はいつまでたっても昇進できない。直文様、そっちはどうだった？町や村にも作り変えられた映像が出回っています。迂闊に立ち寄るのは危険かと。ええ、私は冷静です。冷静にあのゴミを処理しますね。波の後、村を立て直そうっていう私の意見に一番に賛成してくれたのもキール君だった。すごく嬉しかったんだよ。大方、校内清掃に切り替えてほしいと言ったところでしょうか。はい。ダメです。え？茜には4000万の貸しがあるので。は？しかしおかしいですね。本当はあなたは町内清掃の方が嬉しいのではないですか？何を言っているのですか。僕は茜の恥ずかしがる姿が見放題ですよ。同じだ。海と山、おばあちゃん家の近くの。同じだけどちょっと違う。違うけどちょっと同じ。本当に来たんだ私。あ、はい。私は人海守備軍補給部隊所属、ティーデシュトリーネ初等練士です。今聞こえた、ユージオ先輩の声。泣かないでって。僕はずっとここにいるからって。もうすぐタイムリミットだよ。このままだとコインを1枚なくすことになる。分かってる。バトルしないと。一つアドバイス。うん、何？行動する前に怖がるのは良くない。バトルでもそう。その弱さを相手に疲れることになる。うん、大丈夫、二人一緒なら。それによ、ずっと模擬店にこもってるから後輩の屋台に負けちゃったんじゃねえのか。去年より上手くなってんな。それにしてもこの間のもみじ狩り会、あたしは笑いそうになっちまったぜ。まさかあの時の久我と同じことを言うやつがいるなんてな。とにかく何でもいいから都合よく報告なさい。虚偽と虚勢はあなたの得意分野でしょ。ええ、そうですとも。そもそも事情はどうあれ、あの子は私にとって妹です。家族のことまでいちいち報告する必要がありまして。いればわかるだろう、喧騒だ。あれを見たまえ。大体の事情はそれを確認したかっただけだ。では次の場所に向かおう。あ、どこにだよ。たたり騒動の元凶の場所さ。中に入って取らせてもらわないとな。さ、君も早く。藤丸律か、カルデアの無能たち。ああ、でも大変惜しかった。あと少しで面白い見せ物が見られたのに。逃げようとしても無駄だよ。よりにもよってこの僕に鎖だって。笑わせる。まずい。笑わせるね、三流サーバント。けどネットの世界とはいえ、やっぱり人間関係は難しいですよね。はい。そんなトラブルが何度か続きました。やめてしまえば簡単なんですけど、でもどうしてもゲームは続けたかったんです。それはどうしてですか？昔やっていたゲームでとても素敵な出会いがあったんです。土の上を歩いていることと土の下で眠っていることに大した違いなどありはしないのに。それが君の考え方か。違いがあるとしたら、眠ったはずなのに歩いているものだけです。説には分かりません。あの猫の声が聞こえた気がして。よせ、私の干渉に付き合う必要はない。いいえ、説には聞こえます、あの子の声です。ごめん、なんか悔しくて。何千年もかけて天才たちが作ってきた音楽が、モーツァルトもビートルズも全部このまま消えちゃうんだって。
って思ったら。村の墓地です。これが白夜様たち創始者の墓標を運んできたものだと伝えられています。ボス、体は大丈夫なのか？ボスならできる。頑張ってくれ。革命軍の闇の部分は全て私のせいにしておけばいい。すまんな、辛い役目を。国づくりをするボスの方がよっぽど大変だ。辛いことがたくさんあったが、それでもボスに誘われてナイトレイドに入ってよかった。いい加減にしてくれよ！あなたたちが何を言っているのか僕にはさっぱりだ。今までだって僕はひどい戦いを強いられてきたんですよ。またここでも自分の命を捧げなきゃいけないなんて、もううんざりだ！この世界が滅びようがどうしようが僕にはもう関係ない。いいですか、何を言われてももう僕はあれに乗りませんよ。納得するまで好きにやらせてもらいます。でも制御に失敗して人的被害を広げないよう出力を絞ってるんだけどね。ほんと人間を丸ごと敵にするのに踏み切れない思考フレームってめんどくさいわ。ごめんだね。このシャッターの奥にあなたが求めるものは確かにあるわ。けどそんなおもちゃの寄せ集めで私を相手に何かできるつもり？休んでなどいられません。連邦の人たちにも私たちがここにいる理由を示さなければ。友軍の使徒が襲われたのですよ。彼らに力を貸さないのですか？ただの傍観者タレと！私たちは帝国という共通の敵を打ち滅ぼすために集まったのです。人類のため、世界のため、皆で戦うべきです。残念だったわね。本当はジョル君に自分の恋を手伝ってもらおうとしたのに断られちゃって。だからとっさに彼を騙す方法に変えたのでしょ。ジョーロ君に接点があったことも予想外だった。だからあなたは秋野先輩と日向さんに自分の恋を協力させたのよね。ええ、その通りよ。だってそうしないとあなたが来なくなるもの。あそこで敵のふりをしないと。仕事は大変なこともあるけれど、自分で決めたことだから頑張ってみる。小さい頃から心配ばかりかけてごめんね。でも、もう少しだけ私を見守っていてください。これが未来のライデン一の人気ドールから大好きなお父さんとお母さんに送る。